こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。Amazon へ質問する際の注意点。Amazon へ質問や連絡する場合は、私に確認してください。私には気軽に質問や報告、相談をしてください。Amazon には必要最低限の連絡しかしないでください。Amazon へ質問しても、大抵の問題は解決しないので、質問しない方が良いです。基本的な考え方として、 アマゾンサポートは出品者を助けるためにあるわけではありません。購入者にマイナスの体験をさせる可能性のある出品者を排除するためにあります。購入者にマイナスの体験をさせる可能性のある出品者とは、ガイドラインを読まなかったり、読んでも理解できない、英語が理解できない、オーストラリアの召習慣を知らない出品者です。やり取りをすればするほど、ヤブヘビになる可能性があります。 Amazon とのやり取りをするのは悪い評価が自動で消せなかった時がほとんどです。あとの質問は Amazon に、Amazon に聞くまでもなく私が解決方法がわかります。逆に私が解決方法を知らない問題を Amazon に質問して解決することはほとんどないです。